店舗例、ファミリーマートに転換済みサンクスは2018年まで日本に存在したコンビニエンスストアのブランド、また1991年までそれを運営していた企業である。ブランドの運営はサンクス・サンクスアソシエーツ・サークル系サンクス、ファミリーマートの4称号に法人という変遷をたどった。ここでは、これら運営法人のうちのサンクスと、 サンクスアソシエーツについても取り扱う。随時運営法人記事も参照のこと。サンクスの名称はサン・キッズ・ us に由来する。ロゴマークは子供でも親しく気軽に入店できるよう帽子をかぶって歩く子供の姿、K をデザインにしている。名前は太陽のように暖かく明るい店づくりとありがとうの感謝の気持ちを込めて太陽のサンと サンクスをかけて作られた。看板としても使用されている、サンと US の間に、靴を履いて、帽子をかぶっている、K が陽気に歩いているイメージを表したロゴマークは、子供でも安心して利用できる店を表している。店舗イメージカラーの由来は、以下の通りである。店舗展開としては、経営統合先であるサークル K とは、対照的に大半の店舗が、 関東地方や東北地方等、東日本を中心に出店している。これはサンクスが宮城県から出店を始めた後、東京都に本社を置いたためである。全国へ店舗数規模拡大のため、地域ごとに地元の有力会社と合弁で、計15社ものエリアフランチャイズ会社設立に注力したことや、 1987年3月から2004年9月まで既存の種類販売店のコンビニ化に取り組むため、種類の販売については、主販店に対し、ロイヤルティをゼロとしたことが特筆される。なお、サンクスブランド店舗の他サンクスミニ店舗や、サンクスポートストア店舗も存在した。旧キャッチフレーズは、フレンドリーなコンビニエンスサンクス、すぐそこ、サンクス、街とみんなと、フレンドリーである。 晩年にサークル系と共通化されていた決済方法や会員制度についてはファミリーマートを参照。同じく店舗内に設置されていた ATM についてはファミリーマートコンビニ ATM を参照。長崎屋グループにて当ブランドは誕生したが、小野グループを経てサークル系を運営するユニーグループとなった後にユニーグループがファミリーマート系列となった。そして、 ファミリーマートにブランド転換され現在は消滅している。当初の運営法人である株式会社サンクスは株式会社長崎屋の出資により1980年7月に設立され、同年11月に第1号店を宮城県仙台市青葉区八幡田一丁目に開店。翌1981年に関東地区第1号店を東京都中野区1982年に 北海道地区第1号店を札幌市とよひらく、1989年関西地区第1号店を大阪府大阪市宮古島区、1992年直営による中京地区1号店を愛知県名古屋市昭和区に開店した。なお、株式会社サンクス設立時は仙台市に本社を置いたが、東京都中央区東日本橋営店さらに、 東京都港区芝居の移転を経て、サークル系ジャパンとの経営統合前時点の株式、会社サンクスアソシエーツは、東京都江東区塩浜に本社を置いた。サンクスは、長崎屋の業績悪化時に、福井県のオノグループへ売却され、その後、オノがサークル系ジャパンを傘下に収めるユニーへ、経営上況を打診し売却されることになった。 ファミリーマート転換開始前の2016年8月末時点の情報を記載はサークル系も出展していなかった都道府県。新潟県、長野県、和歌山県、山梨県、鳥取県、島根県、山口県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、沖縄県。滋賀県、京都府、奈良県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 熊本県、鹿児島県この時点でサンクスは、甲新越、四国には1店舗もない。かつては、滋賀県、京都府、奈良県にも出店していたが、エリアフランチャイザーであるサンクス、京阪ながローソンに切り替えたため撤退。同じく、熊本県、鹿児島県もかつてサンクスが出店していたが、エリアフランチャイザーである南九州サンクスがローソンに、 切り替えたため2013年度に撤退している。四国4県については、香川県、徳島県のエリアフランチャイザーであった、サンクスアソシエイーツ東四国がセブンイレブンへ、切り替え、残る愛媛県と高知県のサンクス西四国による、フランチャイズ店並びに直営店、並びにサンクス東四国の倉替えをめぐる、訴訟の和解条件で本部に差し出された店舗も、 閉店予定の店舗を除いて2015年8月までにサークル系に転換されることとなったため最後までサンクスのまま残っていたウアレンゲ店、徳島大原町店がそれぞれ8月末、9月末で閉店したのを最後にサンクスブランドが四国から消滅した。このほか、富山県ではエリアフランチャイザーのサンクスアソシエーツ富山が ローソンへ倶替えすることになったが、三家の下に川郡、朝日町の一店舗のみ、本部契約店に変更されサンクスブランドがしばらく残存した。サンクスから転換されたファミリーマート大阪ビジネスパーク店2016年9月以降、順次ファミリーマートへ転換される運びとなった。ここではファミリーマートとの統合に伴う消滅地域の情報を記載する。 なお、合併前日の2016年8月31日に開店し、サンクスブランド最後の出店例と見られる店舗は、サンクス岩見沢市場東店である。は、サークル系の方が後に消滅した地域。株式会社サンクス、後の株式会社サンクスアソシエーツは、コンビニエンスストアチェーンであるサンクスを運営していた、法人である。2004年に3代目。 サークル系ジャパンに吸収合併され、サークル系サンクスとなり、法人格消滅。サンクスアソシエーツ時代に契約解除したエリアフランチャイザーを契約解除順に列挙する。サークル系サンクスへの合併後も存続していたエリアフランチャイザーについては、ファミリーマートかつて出資していたエリアフランチャイザーを参照。以下は、サンクスアソシエーツ時代に廃業、または、 資本関係が消滅した関係会社である。サークル K サンクスへの合併後も存続していた関係会社については、ファミリーマートかつての関係会社を参照。ありがとうございます。